日本とアメリカの EP3 電子戦偵察機共同訓練が実施されたよ。これによって東シナ海の防衛事情も変化しつつあり、それに対応するというか、反応したのが中国だね。標的となったのがもはや恒例と言いたくなる尖閣諸島で、報道規制があるとは考えたくないが、日本のマスコミが報道しないことはかなりあるよな。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。例えば台湾関係のニュースだけど、2011年平成23年3月11日のあの大災害に世界各国から支援の手が差し伸べられたんだけど、一番早く動いてくれたのが他ならぬ台湾だったことを被災地以外の地域で知ることができたのは、数年後のことだったよね。台湾のパイナップルを中国が輸入拒絶というニュースが話題になったのは最近のことだから皆さんもご存知の方が多いだろうな。ある新聞の台湾駐在員が日本人がパイナップルを買ってくれた。ありがたいとお礼を言われたというエピソードも紹介されたぜ。このように報道されるニュースは時勢によって変動することがあるようで、報道という本来の意味からすれば逸脱しているという感じがするよね。さて今回だけど、報道されないニュースの一つを紹介していくよ。題材は中国で、南シナ海を海上自衛隊 P3C 哨戒機が飛行したことに中国が猛反発したんだけど、日本は無視したというニュースだね。尖閣諸島は言うまでもなく日本の領土で、その周辺海域も当然日本の領海だぜ。中国はその海域へ幾度となく侵入行為を繰り返したり、日本の漁船を追い回して操業の邪魔をするなどしているのだが、次第に行動は凶暴化しているようだな。領海を侵犯されても、日本は武器で攻撃することはできず、せいぜいが退去を呼びかけるという紳士的な対応しかできないんだけど、だからこそ日本を見くびっているんだろうね。2021年2月、中国は日本政府に非難声明を出していて、理由は我が国の領土である中国の主張によれば南シナ海上空を日本は無断で飛行したということだったんだ。中国に言わせるともともと南シナ海の約 80% の海域は自国領なんだそうで、確かに昔々はそうだったのかもしれないな。東亜元など対外領土を拡大した巨大帝国の時代も、明の帝和などに代表される大航海時代が中国にあったのも史実だぜ。しかし、21世紀現在の状況は全く異なっているよな。なのに勝手な主張を声高に叫ぶ中国は日本だけではなく、因縁のある台湾はもちろん、インドネシアやフィリピンなど周辺国との紛争原因となっていて、しかもこの紛争が長引く種にもなっているんだ。今回は中国領と主張するの中にあるミスチーフイクリの上空を海自の航空機が断りなく飛行したという指摘だったよ。この指摘に対し、現在の防衛大臣岸信夫氏は2月26日の記者会見の席上海上自衛隊 P3C 哨戒機の飛行行動を中国から非難されたが、この行動は国際法上適法であると改めて述べたね。つまり、この海域は中国領ではない日本領だという日本の従来の立場を改めて公表したと言えるな。その南シナ海では、アメリカによる航行の自由作戦が継続して展開されていて、フランスの原船も2021年南シナ海を航行すると表明しているらしい。この2国に倣うかのように、イギリスも2021年最新鋭航空母艦クイーンエリザベスを派遣すると決定したとか、女王の名を冠したこの艦には、イギリス空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型双方の飛行隊を艦載させる予定になっているとも言われるよ。ということは、中国が主権を主張している南シナ海に3つの大国の艦隊が派遣されるということだね。こうやってアメリカやヨーロッパ主要国が南シナ海へ集結するということは、ひょっとしたら西側諸国が協力して中国の海洋進出南シナ海を含むの状況を牽制しようと考えているのでは?と期待してしまうよ。もしこの国々がそういった意図で行動しているのなら、日本には非常に心強いのだが、果たしてあの中国に効き目があるのか。なんといっても相手は軍事拡張に命を懸けているような国で、アメリカなど外国艦隊を見ても、
脅威と感じるほど可愛げのある国とは思えず、怯えるどころか、逆に反発してまたまた軍備増強路線を突っ走りそうな嫌な予感がするぜ。今回中国と日本の争点になったのはミスチーフイクリで、この干渉はフィリピンのパラワン島から西方約 209km の洋上にあり、中国が実効支配するまではフィリピン領とされていたよ。ところがアメリカ軍がフィリピンから撤収した数ビッグ基地からの撤収など隙を狙ったかのように、勝手に建物を建設してしまったな。目の上のタンコブイコールアメリカがいなくなったので、この機を逃してはならぬと急いだんだろうな。この処置に当然フィリピンは抗議したが中国は我が国の領主を守るために建物を作ったと言い張ったそうだ。中国の南沙諸島人工島建設が国際的に知られるようになったのは最近のことで、2014年平成26年頃と言われ、わずか2年で7カ所も工事を行ったよ。こういった動きが人工衛星から確認できなかったのだろうかと疑問に感じるし、まさか、わかっていて手をこまぬいていたということはないと思いたいよね。中国が作った人工島の多くはミスチーフイクリと同じように満潮時には水没してしまう小さな暗礁なんだけど、強引に埋め立てた中国は、超短期間に人工島を完成させてしまったわけで、これが実効支配の証拠とされたんだ。注目される3カ所は前述のミスチーフ礁、ファイアリークロス礁、スビークリで、この3カ所には戦闘機から爆撃機までどんな航空機も使用できる大きなサイズの滑走路が作られたんだけど、中国が作ったのは滑走路だけではないんだ。軍事関係施設だけでなく、民間施設までも含む多種な建物が確認されるらしく、港湾の整備も進められていて、航空戦力だけでなく海軍の拠点としても使用されることが予想されるぜ。逆に言えば、中国以外の国にとって南シナ海のこの3カ所は脅威になる可能性のある場所ということだな。中国は軍事関連以外の施設を建造し、民間人を送り込んでいるが、この場所は小さな干渉だった時には干潮時以外は海中に沈んでいた場所だからな。つまり人間が住むことは不可能だったわけで、居住できない場所を強引に埋め立てて土地を造成して、軍人ではない人間を送り込んだことになるぜ。個人的には、干渉を埋め立てた地盤は強くないだろうから、地震や津波があったらひとたまりもないのでは?とそちらも気になるよね。中国が民間人を人工島に送り込んだのは人間の盾にするためだったと思われ、戦闘で民間人の犠牲が出れば世界中から非難されるから。あえて民間人を敵前に送り込むという非常な措置は戦術としては理にかなったもので、真心の兵法を彷彿させるよな。中国とアメリカが軍事衝突した場合の主戦場は南シナ海が最有力と推定されているから、戦略的には中国が優位に立っているのかもしれないぜ。尖閣諸島のように、本土から遥か遠く離れた島嶼部では、実効支配した者が勝ちという傾向が強くなっているように感じるよね。昔からの主権を持っていると主張しても、実質的に支配してなければ、主権は無視されてしまうということになりかねないということだよ。日本も散々揉めた末に尖閣諸島を国有化したはずだが、それだけで実質的な手は何も打っておらず、日本の領土だと強く主張しても、実際の場所に中国人がいたら証拠にはならないのではないかと思うぜ。政府の目が行き届かない離島について、地元の漁師さんたちにばかり不安な思いをさせることなく、海上保安庁や海事、空事の対応にも期待したいところだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。